コンバットジャグリングメディアを再生するコンバットジャグリングベルリンにてコンバットジャグリングは2人以上のプレイヤーがそれぞれ3つのジャグリングクラブをジャグリングするオランダ発祥のスポーツである。コンバットジャグリングはその名前を略してただのコンバットと呼ばれることもある。このゲームは自らのジャグリングを継続しながら対戦相手のジャグリングクラブを一つ または複数落とさせようとすることが目的である。1対1やチーム形式、または複数人でのバトルロワイヤル形式などで行うこともできる。この世界的な大会として、ファイトナイトコンバットなどが挙げられる。3本のジャグリングクラブをジャグリングしながら、自分のクラブで相手のクラブを叩き落としたり、奪い取ったりするゲーム。クラブを落としたらその時点で失格である。 一定の範囲を決めた上で、参加者をその範囲内に入らせる。ここから出た場合は失格である。攻撃はクラブで叩き落とすか、素手でクラブを奪い取ることしか認められていない。体の一部などでの攻撃、相手の体への攻撃や、恋のボディーチェックは禁止されている。あくまで相手のクラブへの攻撃しか許可されていない。足の間や体でクラブを挟むなどのジャグリングの、 方法は反則である。クラブを落としたらその時点で失格である。1対1の勝負で双方が落とした時は、その二人のみで再度勝負をする。ゲームが始まる前及び自分が脱落したら、残っているものを取り囲んで、みんなで、クラブで地面を叩く。公式リズムは、タンタンタタンタンタタタンタンタ,ンタ,ンタ,ンタンとされている。ジャグリングをしながら戦う競技、コンバットジャグリングのインパクトが凄まじい。 海外の反応。エキサイトニュース。2020年5月4日閲覧。プラマー、ブラッド、コンバット、ジャグリングイズ、エイリアルシングイットイズアメージング。ワシントンポスト、2020年5月4日閲覧。コンバット、ジャグリングイグジス、アンドイットイズダームエンターテイニング。ニュース、2020年5月4日閲覧。コンバットジャグリング、ザワールド、ジャグリングフェデレーション。 www.thewjf.com2020 年5月4日へ図覧ファイトナイトコンバットホーム www.fightnightcombat.com2020 www. 年5月4日へ図覧ありがとうございます